レクサス IS500 がついにこの日比谷ミッドタウンにてお披露目されました。なんと価格は900万円からです。これがなんとファーストエディションだそうです。タイヤブレーキ系、まずタイヤがブリヂストンのポテンザ、フロントもリアも単造のアルミホイールで、フロントに4ポットのベンチレーテッドディスクブレーキが搭載されています。この IS500 現在商談申し込み中だそうです。9月15日まで商談申し込みを受け付けているそうです。生産が2023年の春から生産されるみたいです。リアは F スポーツ専用のリアスポイラーも付いています。そして専用の4連エキゾーストマフラーも搭載されています。アメリカではもうすでにこの IS500 は街中を走っている模様なんですが、ついにこの日本でも生産、そして走り回る日が来るんだなって思いました。なんかこの IS500 みたいなハイパフォーマンスのモンスターマシンが来るなんて夢にも思ってなかったです。なんかすごいですね。コクピットはまず何といっても特徴的なのが、ステアリングとオーナメントパネルにアッシュと言われる木目のような模様が付けられていることですね。で、全体的に見てみると IS350 とよく似た感触で作られていますが、さらにアルカンターラのようなスウェードも付けられていますので、より高級感がある感じがします。そしてエンジン、このエンジンが 2URGSE、 あの RCF とか LC500 と同じエンジンです。 V 型8気筒 DOHC の NA 排気量 4968cc、 馬力が481馬力でトルクが535ニュートンです。このエンジンはオーケストラみたいなエンジンサウンドを奏でます。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入ってくださったのならば、チャンネルのご登録をお願いします。登録ですよ。登録。みんな、待ってますよ。